どうも皆さんこんにちは、スイントです。上田です。いや、とうとう新作が発表されたね。はい。いや、俺マジで5、6年待ってて、うん、いや、もうとうとう来たかと、うん、で、そんでなんかもう早くなんか飲みたいなと思って、飲みたい？何の話してんの？でスタバのライム味の新作の話。いや、マリオじゃねえのかよ。何はともあれ、はい、まず PV 見ることが大事です。大事よ。うん、再現されてるんで、うん、さあ、そんでまずね、あの、花が喋るっていうところから始まります。おかしいだろ。全員腰抜かした。このシーンでマリオやってる奴らは。その絵柄も可愛いね。で、ここでちょっと止めさせてください。おあの、再現されてるということなんで、はい、この土管とか木の位置とか、うん、コインの3枚あるとか、おちょっと覚えておいてほしい。まあ、そうだね。で、そんでクリボーはもう仕事やめた、お前。クリ寝てんだよね。で、寝てこれ踏んづけてちょっと行くっていうところまで、はい、まずは再現されてるんで見ましょうと。見ましょう。さあさあさあ、そんでこいつがさあ出発って言います。そいつやつやな。そいつ言ってたやつ。うん、で、ここにも一応ちょっと青いなんか変なつぼみみたいのがあったんで、おお、まあ、それは一応あのメット組んで再現されてると。うん、そんでここに多分キノコあるよね。そうだね。ちょっとドゥルンドゥルンドゥルンみたいな、うん、効果音とかもなんか違ったよね。違った違った、うん、さあ、そんでここに土管があり、あれ、まあ寝てるんだけどね、さっきのPV では。そうだよね。寝かすことが不可能だったんで、はい、あの物理的に動かず固定するっていう、そういう方策が取られてると。なるほどね。で、踏んでたよね、こいつのこと。うん。で、ここの木の上にね、3つコインがあったり、あったね、して、うん、で、そこも一応再現する。うれてたーなんで寝てたやん、さっきで、こいつを踏んで、うん、で、ここで再現終了してましたんで。おー、まあ、意外とすごい完成度なんじゃない？ね、意外とすごい完成度ね。うん、草。なにこれ。全然再現関係ない。え、草ってさっきあったよ、なかったよ。さあ、続きましてこの森。おー、で、もうここからもう全てがここにあると言っていいかもしれない。はい、このカラフル音符ブロック、はい、どう再現されたのかっていうのをちょっと楽しみに、うん、見といてほしいんで。ちょっともう歩くからね。さあ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 、そしてこのカラフル音符ブロックは、はい、とりあえず色を並べるという手段が取られてますね。音符全然ないけどな。音符全然ないんだけど、うん、色優先っすね。まあ、色合いは全然いいわ。うん、音符優先というより色優先で再現されてる。うん、さあ、そんでここのコインをなんかチリンと落とすとね、うん、で、このマリオメーカーではパックンは、はい、あの、歩かないんで、もう土管から出すという感じになってるっぽいっすね。はい、はい、もうこれは仕方がない。うん、さあ、続いてこのまん丸のとこ。おー、ここ個人的にめっちゃ好きなんだよね。再現度バカ高いと思う。おお、まあ、背景は雪で全然違うんだけど。まあまあ、あの、雪を森だともう強制的に変換してください。そうですね。うん、で、ここにね、あの、逆さになってるボインボインがいるのも、うんうん、このドーナツで表現されてて。おお、で、この先にも2つボインボインがあるんだけども、こんな感じで雪玉で表現されてて。で、かき棒はちゃんとマリメにもいるんで、はい、それを倒すという。おお、これはかなり、うん、再現度高くて好きです、これ。おお、さあ、続きましてこのレール。うわうわうわ、これどう表現すんのっていうね。おお、で、このね、雲とかもマリメにないからね。そうね。いや、マリメでレールはさすがに表現できん。できてる。できてる。おお、うわー、もう意味すんない。ここがむずいのよ。危ねえ。危ねえ。そんで、あ、雲はこのワンワンで表現されてる。あ、なるほどね。さあ、続きまして。うん。ここもすごいんだけど、マリオメーカーに滝みたいなの全くないんだよね。そう、ないよね。それどう表現してんのかっていうのが結構個人的に面白くて。うん。これちょっと見てほしい。はい。やっほーっていうことで。さあさあさあ、来ましたよ。おお。で、この辺に音符とか、ツタとかがあって。うん、はい。で、ね、水は青の。この脳筋再現感が僕大好きなんですよ、ここ。全然水に見えないけど。いやいやいや。え？ちょっと水だと思ってみ。水に見えてくるから。いや、見えないけどな。で、ここにちゃんと、はーいみたいな、喋る花もいるということで。で、いたよな。のこのこがなぜか上がろうとしてきてる。そんなわけ台本にない。やめてほしい。で、ここにパタパタとかいて、ここも水があって、うん、で、それで PV 通り最後、草って書いて。PV 通りじゃないんだよ。さあ、続きまして、この光る源氏のこの子。光る源氏で、いて、飛んで、滑るという。滑るのこの子か。さあ、ここは森で再現されてて、うん、見て、光る源氏のこの子が、ここにいると。おぉ。で、それでこうやって、なんかローラースケート滑る場所みたいな感じでね、はい、再現されてるということでね。おぉ、うん。滑ってるようには見えないけどな。え、ちょっとのこのこローラースケート履いてたじゃん。履いてなかっただろ。で、ここで PV の一つの山場、うん、来るんで、はい、で、土管入って出てきて、お少し走って地面から土管バンバンバン出てきて、おで、ここも再現されてるからすごいんだよな。え、なんだこれ。で、このフラワーを通り、この土管たちが暴れ出す。
これマジ再現不可能でしょって。不可能だよね。もうみんな思ってると思う。俺も思ってた。これすごいんだ。これできちゃってんの。できちゃってんだこれ。さあまず、うん、走って中間取ってまあ土管入る。おお。で土管から出てくると。おお、すげえ。わーいとはーいみたいな言ったもんね。いや言ってたよ。そいつをちくわで表現されてんのこいつね。こいつちくわです。で土管から出て歩くと、うん、こんな感じで土管がね浮いてくるのを大砲で再現していると。大砲でか。すごいんだよこの表現方法が。すごいね。そんでこの青いさ、もうえげつないオーラ放ってるフラワーが、うん、今回このファイヤーで表現されてて。なるほど。でこれ撮るとすごいこと起こってたよね。さっき起こってた起こってた。撮りまーす。おお、よいしょー。土管がうねうねする。おお。いやこの土管がうねうねすんのをさ、砲台で再現すんのすごすぎるよね。いやすごいよ。でそれで画面のうねうね、うん、アイテム取った後のうにゃうにゃみたいな、うん、なってたのも二日酔いで表現するっていうね。おー、なるほどね。でここに噴水もあって、うんうん、で紫コインがここにあったんですけど普通のコインになってますね。でこれが土管が動くのを、うん、スネークで表現する。おー、ちょっと速度は遅いしなんか迫力もないけど。まあ一応緑色で動くという点においては同じですね、うん、そうだね。で、なんか右に書いてある。あれ腐って書きたいんだけどなんか違うな。でこのボーリングね。おほお、これは無理だろさすがに。マリメで表現するのは。確かに。まあどうねその天才は再現したのかっていうところではあるけどね。うん、うん、車。あー、それで、うん、こうやってなんかバーンって落ちそう。壊れる。それで、すごくないこれ。普通にすげえ。再現コースの中で一番楽しいかもしれない。で次、これめっちゃ問題のシーンだよ。ゴール消えるもん、ほら。これはもうゴール消えるなんて概念ないでしょ、マリオメーカー2には。そうね、うん、このドア入るとスタートかい。うん、このドア入って、はい、まずバッファローくんたちがメットで再現されていると。おお。いやこれすごい、なんか見えてきたもんバッファローに徐々に。えで、ゴール消した。ゴール消した。ゴール消えるのをカメックで再現。うわ、なるほどね。バッファローにしか見えない。全然見えないからな。でそんでスターコインの代わりになんかワンダーシードっていうのをね、うん、取って、それでマリオワンダーということで、はい、さあさあさあ来た来た来た、うん、でワンダーシードがあんのかな、ここに。あるんじゃないですか。スター。ワンダースターかい、これが。あ、そうね。で、ワンダースター取って、はい、You will get Wonder Star! ってなってるわけだよね。そうね。そんで、編集の力で天候が晴れになったと思います。なったのか。今。うん。晴れになって、ここで寝てるクリボーで、ドーンとね、今編集でマリオワンダーが降ってきたかな。あ、出てる、うん、多分出てないから。出てないんかい。わかんないけど、俺が頑張ってたら今ワンダーと降ってます。おお、なるほど。まあ、こっから先は、PV 丸ごと、はい、マリオメーカーで全部作ってきたんで、うん、まあ、それ最後見て終わろうかなっていう感じなんで。おお。ご覧ください。はい。さあ、来たー。うぇい。もうこっからタイミングビタビタよ。タイミングか。タイミング俺もう合わせた。編集でめちゃくちゃ。あ、編集でね。こことかさ、キノコとのタイミング。めっちゃ合ってる。で、このジャンプの、ジャンプ。うわ、すげえ。タイミングだけこだわったと言っても過言ではない。だけなんかい、うん、それ以外はもう割と雑。とにかくこの、他も頑張ってほしいけど。そのタイミングとか。うん。こう見ると意外に再現できてるよね。うん、確かに。クオリティ高いけど。あ、うん、これも水に見えてきたわ。うわ、全然見えないけどね。やっぱり見えない、見えなかったな。さあ、そんでここも結構ちゃんと再現できてて、うん、でこっからが山場ですから。ここの土管の移動も再現して、うん、こっから生えてきてニョキ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 生えてきて、うん、ここすごいかな。フラワードアップからの通ると、はい、うん、画面がうねうねして、切り替えがいいわ。切り替えで編集使って、うん、これあんま違和感なくない、見てても。全然ないよ、ね、意外にマリオメーカー意外にまだ現役だわこのゲーム。現役でやれてる。そんでこのねボインボインもドーナツ再現、うん、はい、これタイミング見てほしい。ポン。おお。ビタビタタイミングね、すげえ。でここも意外に違和感ないじゃん。よくないよ、ね、めちゃくちゃ再現できてて、うん、でゴール消えます。あー、すごい。これゴール消えて、うん、でこれでワンダーシードならぬワンダースターを取って見て、ここ入ってるね。完全にもうこれは再現と言っていいでしょう、うん、これワールドで再現、はい。で、ピーチはキノピコで再現。もうなるほどね。そんでキノピオはちゃんとキノピオいますから、うん、で、これは全然押し合わないです。で、この後自信あるからマジ見てほしい。うん、なになに、え
こういうボケも入れないとちゃんとね、ボケなのか、ボケなんですね。いいじゃないですか。そんでこれもね、2人で一生懸命撮ったよね、映像ね。あ、撮りましたね、2人で撮ったり、4人プレイでね、無理やり2人でやったり、ね、そうそうそう、ここで大変だったな、うん、でここも自信ある。本当に見て、ほら、いや、うん、全然できてなくない？ユーモア、ユーモア、ユーモア大事だけど、でそんでこのヨッシーはベルトコンベアで再現で、ラストゴールと、はい、いやマリオメーカーでもここまでいけるとは思わなかったね。確かに、ね、めちゃめちゃ意外といけてた、うん、でラストキノコどっかでマリオワンダートゥットゥットゥッ10月20日。いやめちゃめちゃ楽しみ。いや楽しみだね、一番楽しみ、うん、でここも忘れちゃいけないね、うん、衝撃のシーン、はい、まあデカマリオで再現したんだけど、おゾウマリオ、うん、でこの後一番好きかもしれない。あ、俺も好きだわ。あで、あからのポチョンということで、おー終了、お疲れ様です。で参考にした動画は、うん、もう概要欄に貼っとくんで、はい、ぜひぜひ見てみてくださいということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。